ましょう。4本でラウンドするサルゴルファーハゲ、ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。今日はね、風が強いせいもあって虫がいないので、これはいいぞと思って今撮影を始めました。で、何の撮影かっていうと、ごめんなさい、また前回の続き、ウッドウェッジユーティリティです。ロフト38度、これがね、今もう本館来てちょっとねパコパコ打ってたんですけど、いや面白えなと思って、で先日の動画はちょっとあの2階の方で香織先生が施術してたので、私小声だったんで、ちょっと今日はこの声でまあちょっとやっていこうかなと。これまずね、アプローチでいろいろやれそうなんですよ。まあ、もちろんピタンと止まりはしないんだけど、ダッパ。ラン使う、まあまあまあ、あと、ラン使うアプローチと、コントロールショット？コントロールショットが、非常に、上げるも低く出すもやりやすいので、まあ、もちろんね、まだシャフトそのままなので、シャフトがこう動きすぎないからっていうところもあるんですけど、で溝がすごいみたいで、すごいんですよ、ボールが削れて、こうやってボールのカスが、これボールの表面が削れてるんですけど、角溝面白い。だからこう70ヤードぐらいとかもこんな感じでポンっていけそうだし、まあ別にそんなにベタッと止まんなくていいんでね。で低く打っていくのも、うん、そんな、まあ浮くのは浮くと思うけど、こう、うん、普通にいけそうなんですよ。でまあ今の方の打ち方でいけば、それなりに距離も出てると思うので、で今ちょっと考えてるのは、まあシャフトの話なんですけど、ロジャーじゃなくてジュニア用のドライバー引っこ抜いたシャフトとかがあるので、それがもしいけるんであればそれでもいいかなと。要はちょっと重量を軽く、ただ重量軽くしちゃって頭が効きすぎるようだったら、またちょっと工夫が必要だなとは思うんですけど、これはちょっとそんなベロベロにしないで、すごいいいので、これあのコメントでもその形状とかが違和感ないのかどうなのか気になりますねっていうコメントいただいてたんですけど、違和感どころかこう構えた時に非常に構えやすいんですよ。右向いてる左向いてるっていうのも一切感じられないし、出っ歯なんですけど、まあちょびっとだけ、ほんのちょびっとだけハンドファーストにして、もうスコアライン全部まっすぐ、持久線と直角に簡単に合わせやすいで、こっち側の角度で見るとここがめっちゃ上がってるように見えるんですけど、構えた時には別にこれ全然気にならない、こういう感じ。でとにかく出っ歯なんで球は拾いやすい。で、まあ、今まで散々ロジャーでハイロフトのユーティリティとかフェアウェイウッドやってるので、もうあんまりこう鋭角にやる感じじゃなくなってるので、こう払い打ち、シャローがイメージ湧くので、それはそのイメージでもちろん打てると。あとこのソール形状の関係だと思うんですけど、ちょっとこうアウトサイドインとか、特にアウトサイドインの抜けが半端じゃないぐらいいいです。スパッと抜けますね。
で、このソール形状かなと思うんですよね。で、逆に低い弾道のフックも打てる。だから38度なんだけど、結構な距離の幅打っていけるんじゃないかなと。で、今ずっと使ってるロジャーが入ってる US キッズのドライバーがとにかく飛ばないので、150ヤードぐらいでもそれでバシッと打ってちょうどいい感じなので、これが別にそんな飛んでくれなくてもロングのクラブが結構まあ頭の飛距離も落ちちゃってるんだけど、こう下がってきてるから、これもこう下に合わせられる。めちゃめちゃいいと思うんだよね。あとチッパーとしても、チッパーとしてもいいと思う。まあ今のあのイージーパワーの A もすごくいいんですけど、だいぶあれは球が浮くので、やっぱりチッパーがね、チッパーとしての使い方が得意じゃないんだけど、どうしてもインパクトポンって打っちゃいたいんで、ダフった。でも今ダフったんだけど、あの使い方でも別にいいんだよね。これはいけると思う。ただこうやってすごいの、フェースの表面、ボールの表面が溝で削れて、打痕もすごいくっつくし、面白い。で、視聴者さんがこれに似たクラブをあのアメリカのサイトで見つけて、で実際に打ってる動画も上がってるんですけど、やっぱね、音も似てるから、あ、ベースはそれなのかなみたいな感じなんですよね。すごい形状もそっくりだった。ただ長さがこのロフト38度だと8万円の代わりになってるから、37インチぐらいでそれは組んであったのかな。これはね、もうちょっと長いと思うんですけど、ちょっとね、久しぶりのヒットクラブで早くコース行きたいなって状態になってますよ。あ、珍しいっすよ。あ、これ早くコースで打ちたい。やっぱね、クラブとかね、あの買い替えたり買ったりすると、あ、早くコースで打ちたいなとか練習場で打ちたいなってなってね、またゴルフやりたいと思うから、そういうのも大事ですよね。というわけで、また今回はこちらの志田検証でございました。すいません、またね、こんなわけのわからない面白いクラブを見つけてしまって、一部の方にはご迷惑をおかけするかと思うんですが、ほんとごめんなさい。まあでも探せばあんじゃねえかな、これね。ほんとどっかのスポーツショップのゴルフコーナーでよく見かけるやつだから、うん、出てきそうな気もするけど、もし出てきたら私もね、これ以外のロフトちょっと打ってみたいなっていうのは、また悪い病気が発病しております。はい、というわけで、今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。私も歯医者、ごきげんよう。ありがとうございました。